して優勝は どうもこんばんは、エルサムライです。いや、レオパルドの愛しでございます。あっしょ、はい、さっさと、今日はですね、何をするか、まあプロレスシリーズでございます。はい、というわけでね、プロレスシリーズ、この時期に出したということはもう勘のいい皆さんだったら分かってると思いますが、新日本プロレス、ジュニアの祭典、ベストオブザスーパージュニア、28、こちらの出場選手が発表されました、ね。今年はですね、12名の選手で、争われるということになりました。去年はね、怪我の選手とかもいて、まあ、10名だったんですけども、今年は12名ということになりました。それではですね、まず最初にですね、出場選手、こちらを、ご紹介しようと思います。今年の出場選手、まあ、1人ずついきますね。まずはブッシュ選手、はい、ブッシュ選手、そして同期選手、金丸、吉信選手と、そして石森泰治選手、田口隆介選手、マスターワト選手、エル・ファンタズモ選手、ショウ選手、ロビー・イーグルス選手、高橋ヒロム選手、ヨウ選手、エル・デスペラード選手、合計12名の選手が、ね、出場になりました。去年はですね、金丸選手と、ヨウ選手がね、怪我でちょっと出れなかったっていうのもありまして、今年はね、12名かになりましたんで、こちらのですね、まあ、優勝予想をまたやっていこうと思います。毎年やってますが、本当に当たらない。今年は当てたいと思います。当てたいんですけども、やっぱり私の独断と偏見なのでね、あくまで当たるかどうか、まあ当てていきたいと思うんだけど、まあとりあえず聞いてみてください。それでは早速、ベストオブスーパージュニアの優勝予想やってこーにぎぎぎぎい、はいはい。それではですね、まず先ほど発表した12名の選手の中から、まあ上がってきそうな選手、あ、まあまずあれか、ルールか、これルールというかね、これ総当たり戦になります。12名の総当たり戦で、その中から上位2名が決勝進出ということになります。12名の中から2人選ばれて、その2人が決勝で当たって勝った方が優勝ということになります。そう考えると、まあ2名選べばいいんで、まず2名なので、その前に4名選ぼうかなと思ってます。4名上がってきそうだなっていう、私のね、まず、そうね、高橋宏夢選手。これはもう上がってくるんじゃないかな。高橋宏夢選手。それと、石森泰治選手。これも上がってくるだろうな。うん。そして、エル・デスペラード選手。あ、もう上がってきてほしいし、です。はい。個人的に。で、もう一人選べって言われたら、これ結構難しいんだよね。4人選ぶとしたら、ね、上がってきそうなのはね、ロビー・イーグルス選手か、俺、ショー選手じゃないかなと思うんですよ。ロビーは、ちょっと前まで、IWGP のジュニアのベルト持ってましたからね。それも含めて、やっぱ今こう調子がいいんですよね。今調子がいい。それと翔選手はバレットクラブ入りして、やっぱり今やっぱ注目もされてるし、今やっぱり一番ジュニアの中で注目されてるんじゃないかなと思うんですね。で、やっぱその4選手、今言った高橋宏夢選手と石森選手とエルデスプラウド選手ともう一人。じゃあここは
ロビーイーグルスにしときましょう、ね、ロビーイーグルスが上がってくる、ね、こう上がってくると考えましょう。やっぱね、この翔選手の存在感っていうのは大きいような気がするんだよね。で、じゃあさっき挙げた4人の選手で誰が決勝に上がってくるか、まず1人、これは上がってくるだろう、エルデスプラザ選手、これ上がってくるでしょ。去年準優勝だったんだよね、高橋ひろみ選手に負けて、やっぱそのリベンジを果たしたいっていうのもあるし、今やっぱりエルデスプラザ選手っていうのは新日本ジュニアの中でもトップの選手ではあると思います。このジュニアを引っ張ってる選手のではあると思うんで、やっぱりそこは大きいんじゃないかな。で、今ベルト持ってるしね、ベルト持ってるんで、チャンピオンとしてやっぱり上がってきてほしいなというのが私の希望的観測。じゃあもう一人誰かっていうのを選べって言われたら、俺ね、石森泰治選手じゃないかなと思います。石森選手、高橋宏夢って言いたいんだけど、怪我から復帰してね、実力はあるんだけどね、もともと。だけどこのリーグ戦って結構過酷だと思うんで、やっぱりこうずっとバリバリやってた選手の方が利があるんじゃないかなって、有利なんじゃないかなって思うんですよね。そういう意味で2人選べって言われたら、エルデスプラザ選手と石森選手を私は当てたいと思います。はい、はい、ではリーグ戦の流れなんですけど、やっぱりエルデスプラザ選手は他の選手にあんまり負ける要素がないかなって今の実力からしてね思うんですよ。ただそのそうだな、この中でデスプラザ選手勝ちそうな、リーグ戦の中で勝ちそうなのは高橋宏夢選手はエルデスプラザに勝つんじゃないかなって思います。あとはそうね、いや、そう、でもそれぐらいじゃない、それぐらいじゃないかなと。あと翔選手か、翔選手が意外とデスペラードに勝っちゃうっていうのはリーグ戦の中でねあるような気がするんですよ。で、石森選手も同じ感じ、エルデスペラードだから、そういう意味では9勝2敗で上がってくるんじゃないか。で、石森選手も同じぐらい、9勝2敗ぐらいで上がってくるか、8勝3敗で上がってくるかっていう感じじゃないかなと思うんですよね。で、その中で、このリーグ戦の中で、その2人に土をつけるとか、そういう意味でこう波乱を起こしそうなのは、同期選手がね、結構俺ね、いいような気がするんだよな。もうずっと悔しい思いをしてるから、結構大物食いをどっかでやるんじゃないかなっていうのもあるし、あと翔選手はどれだけ暴れるかですよね。そこは結構ね、勝敗には大きく感じるかな。だから翔選手が一人で来るのか、それともセコンドとしてビッグ統合がついてくるのか、そういうところでやっぱ試合がこうひっちゃかめっちゃかになる可能性はあるんで、エルデスクラウド選手とか高橋宏夢選手とかの試合、ロビーイーグル選手の試合とかには介入してくる可能性はありますよね。そういう意味でその引っかき回す台風の面になりそうなのは翔選手だと思うんですけど、ただ翔選手は俺上がってこないと予想はしてます。翔選手を止める可能性があるのは陽選手かなと。もっとパートナーとしてね、止めるじゃない、止めるっていうその流れを止めていくではないかなと思うんですよね。そんな気がするんですよね。じゃあもう、じゃあ最終的にどっちが勝つか、石森選手なのかエルデスペラード選手なのかっていうところを言うと、そうね、よし、今の流れとか実力からして優勝は
エルデスプラード、これにしましょう。エルデスプラード選手が優勝します。はい、私ファンなんで、デスプラード選手の、いやもうそれもあるんだけど、それもあるんだけど、そうじゃなくて、今シングルのベルト持ってて、チャンピオンになるって難しいんですよ。だけど今回それやってくるんじゃないかな。うん、そう思うんですよね。なんかそれをやりそうな勢いはあるし、実力はあるかなと思うんですよね。で、東京ドームとか、その年、年明けたね。で、防衛戦はやると思うんだけど、その時にこのリーグ戦の中で、このエルデスプラズ選手に土をつけた選手、つまり、まあ、エルデスプラズ選手が負けてしまった選手と防衛戦をやるんじゃないかなと思います。それが誰なのかってなったら、ちょっとそれはリーグ戦を開けてみないと分かんないところあるんだけど、可能性としてあるのは翔選手、もしくは高橋宏選手、なんじゃないかなと思うんですよね。あー、でもやっぱりエルデスペラード選手と石森選手の決勝は見たい。すごい試合をすると思うし、見たい。単純に。高橋宏選手は万全の状態で、エルデスペラード選手とやってほしい。もう今万全かもしれないんだけど、怪我から復帰したばっかりだから、もっと万全な状態で、本当に完璧な状態でエルデスプラズ選手との試合が見たい。から、今回は石森選手と決勝、そしてエルデスプラズ選手の優勝というふうに予想します。よし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 。はい、というわけで、今回、新日本プロレスベストオブザスーパージュニア28。優勝予想していきました。私の優勝予想はエルデスプラド選手ということにさせてください。で、これの動画を上げる頃にはもう中盤戦ぐらいまでやってるかもしれないですね。まあなるべく早く上げようと思うんだけど、いやでも結構今年はね、その外国人選手のエルファンタズモとロビーイーグルスがいるっていうのは大きいかなと思いますね。でロビーがね、正直言ってちょっと前にエルデスプラドからベルト取るってどれだけの人が予想していたか。正直私はエルデスプラドが防衛すると思ってました。だけどそこを取ったっていう、ロビーイーグルス選手がその日本に来れない間しっかりとトレーニングをして実力をつけていたっていう証拠だと思います。去年からの流れで言うと本当に私は信じられませんでした。ただ今年はそういう意味でも台風の目になるんじゃないかなと思っています。そこもちょっと注目だね、ロビー選手。あとは翔選手がどういう流れを作るのか。で、それ以外の選手が、例えばブッシュ選手なんかで俺もちょっと期待もしてるし、ずっとそろそろ実力をね、もっともっと発揮してほしいし、同期選手 もうこの悔しい、今までずっと悔しい思いを発揮してほしいし、エルファンタズモ選手がね、どれだけこう、また日本に帰ってきて、どれだけすごい試合を見せてくれるのかっていうのも注目だし、田口選手もベテランとしての味をどれだけ出せるか、おちゃらけをどれだけ封印というか、それをうまく使って試合を作っていけるか。田口選手はもう間違いなく実力ありますから、もうベテランの域ではあるんだけど、間違いなく実力はあると思います。あとはマスターワートがどれだけ、飛び抜けるか。去年も同じようなこと言ってたと思うんだよね。マスターワート選手なかなか伸びないんだよな。なんか、やっぱり、もう二段階ぐらいあるような気がするんだよね。そこはね、ちょっと、頑張ってほしいなと。で、あと怪我から復帰した陽選手もね、どれだけの体調で臨むのか。そこも注目だと思います。はい、長々と話してまいりましたが、皆さん、新日本プロレス、ジュニアの祭典ですので、みんなでね、楽しんでいきたいと思います。それでは、この動画はこちらお開き。はい。よろしければチャンネル登録、高評価、そしてコメント、よろしくお願いします。楽しみですね。私の予想が当たるのかとか。そして、これと同時に、開催されてるのが、ワールドタッグリーグっていうのもやってるんですけど、こちらもまあ、動画を上げられればあげようかなと思っておりますんで、そちらの方も、お楽しみに。さあ、ね、いよいよ始まりますよ、ジュニアの祭典。ね、楽しみでございます。そして私の予想が当たるかどうか、こちらにも注目してください。
やった後かな。まあいいや。はい。というわけで、また別の動画でお会いしましょう。レオポルトの配信でございました。